こんにちは、スティービーツクワです。よろしくお願いします。本日はこちら、じゃん、無印良品でインナーを2点購入してきたので、商品レビューと実際に着てみて着心地だったりサイズ感をご紹介したいと思います。以前ヘインズとか BVD のインナーだったりユニクロのインナー比較動画ご紹介したんですけども、今回は無印良品ということで半袖と長袖のインナーそれぞれ購入してきたんですけども、まだちょっと肌寒い日が続いてるので、よくユニクロのヒートテック着てるんですけども、僕割と肌が敏感肌というか弱くて、最近なんかチクチクしたり痒かったり、なんか背中に出来物ができたりしてきて、全然ヒートテックのせいかわかんないんですけども、ヒートテックももちろん着やすいんですけども、コットンの長袖インナーが欲しいと思って今回行ってきたんですけども、ついでにこれから春夏になって暑くなってくるので、そのために半袖のインナーも一緒に購入してきました。でまず早速1点目がこちらです。じゃん、綿であったかクルーネック長袖 T シャツです。価格が990円でサイズが L サイズを購入しました。カラーは黒です。一応グレーと白と3色あったと思います。あとこれはクルーネック T、 丸首ですけども V ネックのタイプもありました。これは綿であったかシリーズなんですけども、これ長袖ですけども綿であったかの半袖もあります。今回一番ポイントにしてた素材なんですけども、コットン 93% にポリウレタンが 7% 入ってます。使用してるコットンはオーガニックコットン 100% ということで、環境にも優しい無農薬で作られた綿を使ってあります。早速開けてみたいと思います。多分ポリウレタン 7% というのは収縮性が効くためにだと思うんですけども、なんで割と多分ポリウレタン入れて収縮性効くことによって割と肌にぴったりするようにだと思います。広げるとこんな感じです。でやっぱ肌触りなんですけども、本当綿の感じですね。コットンの感じが、ヒートテックはヒートテックでいい部分あると思うんですけど、まあ基本的に化学繊維なのでヒートテックは、こっちはほとんどコットンを使用してあるので、僕は肌が弱いのでこっちの方がいいのかなと思いつつ、ちょっと一回試してみたいなと思って購入しました。あとコットンのいい部分は、肌の油をあんまり吸いすぎないので乾燥しにくいメリットがあるそうです。肌が、あとは天然繊維なので、冬とかウールのセーターとか着た時に多分静電気が化学繊維に比べて起こりにくいというメリットがあります。襟元がこういった感じですね。でタグがついてなくて転写プリントになってるんで、この辺もいいですよね。チクチクしなくて、あと無印のアイテムは脇に縫い目がないので、ここがゴロゴロしないです。割とフラットになってます、縫い目が。これも着心地の良さに寄与してるんじゃないかなと思います。首は割としっかり詰まってる方じゃないかなと思います。ちょっと後で着てみてどんな感じか見てみたいんですけども、一応袖のリブはこういった感じです。裾のリブはこういった感じです。まずはクルーネック長袖の方を着てみたいと思います。僕が身長178センチの70キロに今回のクルーネック長袖 T シャツ L サイズを着用してます。いかがでしょうか。まあインナーなんでポリウレタンが効いてるので割とぴったりします。肌に沿うような感じです。収縮性がかなり効いてます。まあただ基本はコットンの天然素材ということで、やっぱ肌触りが柔らかいですね。なんか優しい感じがあります、ヒートテックに比べると。ヒートテックもその別に嫌な感じはないんですけども、なんかずっと着てると肌が乾燥することが多くて、それがヒートテックのせいかは分かんないんですけども、今回ちょっとコットンも試してみたいなと思って、今まではもうずっと何年もヒートテックしか着てこなかったので、冬のこの乾燥する季節にこのコットンのインナーを初めて今回は購入しました。夏は割とユニクロのコットン 100% の半袖のインナー着ることが多いんですけども、冬にこのコットン素材の長袖インナー着るのは初めてです。あとヒートテックはリブがしっかりあるんですけども、この無印のタイプはリブがなくてサラッとしてます。で袖丈も十分丈です。ヒートテックはちょっと短めですよね、首丈みたいな。それはそれでアウターから飛び出ないんでいいんですけども、無印は十分丈になってます。僕の体型で L サイズでちょうどいいです。すいません、黒黒で分かりにくいんですけど、 今一応裾がこの辺にあります。コットンはコットンでいいですね。やっぱりヒートテックはヒートテックで機能性抜群なんですけども、まあ、なんか肌当たりはすごい個人的には好きです、この感じが。続いてもう1点購入した半袖の方をご紹介します。続いて2点目がこちらです。じゃん、クルーネック半袖 T シャツ2枚組です。価格がこちらも990円でサイズが L サイズです。カラーは黒を購入しました。こちらは色違いで確かグレーと2色です。こちらは素材がオーガニックコットン 100% になってます。こっちは990円で2枚組です。もうあったかシリーズじゃなくて普通のコットンのクルーネックティーです。
もう無印の定番のような感じですよね。昔からある。多分ちょっとした改良は年々してあると思うんですけども、2枚組になってます。まあもう夏大活躍ですよね。もう、T シャツとかそのまま着る派の人と、下に肌着とかインナー着て着る人がいると思うんですけど、僕、お腹が冷えるので、夏でも必ずインナーを着る派なんですけども、割とユニクロの着ることが多いんですけども、今回は春夏用に半袖のインナーも購入しました。こちらも長袖と同じようにタグは転写プリントになってます。リブがこういった感じです。こっちも脇に縫い目がないタイプですね。袖の長さは、まあ本当インナーの長さですね。T シャツに比べるとちょっと短めです。で、裾がこういった感じです。さっきのはポリウレタンが少し入ってるんですけども、こっちはもう完全にコットン 100% ということで、やっぱさらにナチュラル感がありますね。自然な肌当たりです。それではこちらも着用してみたいと思います。僕は身長178センチの70キロに、今回の脇に縫い目のないクルーネックティー半袖の L サイズを着用してます。さっきの長袖と違って少しゆとりがあります。ラフな感じです。さっきはポリウレタン入ってて収縮性があったんでぴったりきましたけど、こっちはコットン 100% なんで、ほんと普通の割と T シャツに近いような感じです。ほんと春夏に着るような涼しげなコットンの特徴ですけど、汗をしっかり吸い取ってくれて放出してくれるという、ほんと素材感も肌当たりも嫌な感じとかは全然ないです。ほんと柔らかいです。で、生地は結構やっぱインナーなんで薄手の生地になってます。これも確か V ネックのタイプとかもあったと思います。今回どっちもそうなんですけども、最近無印価格結構見直しで値下がりしたものがいっぱいあるんですけども、今回購入したアイテムも2点とも、元々1280円とかのやつが990円になったそうで、300円ぐらい値下がりになってました。なんで買いやすくなってます。コットンのインナー肌着はもうほんといろんなブランド、ユニクロもあるし、ヘインズもあるし、いろんなブランドあるんで、微妙な形だったり、微妙な素材感、生地の編み方だったりで好みが分かれると思うんですけども、なんかまあ無印は、ほんとナチュラル感というか、このオーガニックコットン 100% ということで、なんか安心感はある感じがしますよね。首も割と結構詰まってます。こんな感じでいかがでしょうか。2枚で990円なので、1枚あたり500円なんで、まあ、かなりお手頃ですよね。確かレディースもありますし、子供もあるんで、ほんと家族でみんなで着れます。ということで、今回は無印良品のインナーのご紹介でした。よろしければこれからの春夏のインナーの参考にしてみてください。ということで、普段はメンズファッション、ウィメンズファッション、キッズファッション、ファッションニュースなどお伝えしてますので、よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。